今回はトラブル対処法からトップ選手のセッティング、果てはテクニックまで怒涛の展開でお届け。シルビア &180SX スペシャル。ここからは至高のマシンと陽一川端の超絶単走テクニックをご覧いただこう。今シーズン各ラウンドで上位進出した方の走りをオンボードとともにどうぞ。ドリフトキャリープロジェクト、いよいよ大会に挑戦だ。それではこれで鈴鹿ツイン M チャレ行ってみようと思います。と意気揚々と乗り込んだ M チャレ鈴鹿ツインだったが、あいにくの雨というか台風直撃の暴風。あんまりこの前と変わらない。足回りもちょっとフロント良くなりました。いい感じっす。ガス走り屋チーム天国関東大会。そうなの、俺こういうの触りたくなったのよ。ローレルってペロペロ何だか分かんないんだよね。これがあるから取れちゃう。俺ならもっとスマートに作れます。というわけで今回は自作サイドブレーキに挑戦。まず分かんないね。何にもできてません。現実ほら、ほら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 、どうだ、あちぇパイプは塗装を落としてから溶接。バーンバーンキーン。やはりですね、はい、本当にいかにももう甲子園に俺たちは出たってぐらいの大喜びをしているルーキーズ、